背景です。今回は助っ人2人自由契約ですということでですね、今回はねライオンズの助っ人2人が、自由契約というふうになりましたので、そのことについて話していきたいと思います。はい、ということでね、コルデロとヤンが自由契約ということで、今回ですねジェフリー・ヤン選手、そしてフランチー・コルデロ選手の2人が、自由契約ということになりました。はい、このようにね NPB の公式サイトでも自由契約選手というところにこの2人の選手の名前が今回ね正式にも発表されているということになっております。まあ正直ねちょっとこの2人に関してはね割とこう規定路線というか、まあ期待されて入ってきた中でもなかなかねこう結果を残すことができなかったというところ、まあ他のねこうアブレイユだったりアギラに関してはねこう残留交渉するみたいな話も出ていた中で、まあこの2人に関してはねそういった情報も出ておりませんでしたから、まあまあ割とね規定路線というか、まあ自由契約というのはまあ妥当な結果なのかなというふうには思います。それではね各選手について話していきたいと思います。まず今回自由契約になった1人目ジェフリー・ヤン投手です。今シーズンの成績見ていきましょう。37試合に登板して防御率 5.58、 0勝0敗、 30.2 イニング、35打三振、四死球が19個、 KBB ヒッター長の BP1.66 という成績でした。まあ、ヤンはね左の中継ぎとして期待をされて入ってきました。最速159キロの高いスペックと、ポテンシャルを評価されて、入団してきました。まあ、メジャーではね、そんなにこう実績ある選手ではなくて、まあ、メジャーで、まあ、一度もね、登板したことないし、まあ、3A とかでもね、そんなにこういい成績を残していたわけではないんですけれども、やはりこう高いスペックと高い奪三振能力を持っているというところで、まあ、本当に将来的なポテンシャルだったりとか、潜在能力を買われて、入団してきたということなんですよね。まあ、なかなかこう、ライオンズはね、左の中継ぎがあんまりいないっていうのもあって、まあ、そういった部分でね活躍をしてほしいというのが期待されていました。で、まあ、十分ねこう高い奪三振能力っていうのは示してくれて、 30.2 イニング投げて35奪三振なので、しっかりとこうイニング以上の奪三振ってところは持ってくれていて、まあ、本当にねこう持ってるポテンシャルは高い選手だなというのはありました。実際にまあ160キロね投げたこともありましたから、まあ、本当にね、すごく能力の高い選手だなっていうふうには思ったんですけども、まあ、全体的にやっぱ安定感ですよね。コントロールもちょっと良くなくてね、まあ、30.2 イニングに対して、まあ、四死球が19個、まあ、大体ね、まあ、20個ぐらいの四死球を出してしまっているというところもありますし、まあ、防御率に関しても 5.58 ということで、まあ、なかなかね、こう安定して抑えることができなかったというのがあったんですよね。まあ、やっぱ助っ人っていうのはね、こう1年間、まあ1軍でしっかりと活躍を期待されていて、まあ入団してくると思うんですけれども、まあ結構ね、1軍、2軍行ったり来てしまったりっていうところもありましたし、なかなかこうね、ずっと1軍定着っていうわけにもいきませんでした。やっぱ助っ人であればね、こう勝ちパターンだったりとかになってほしかった部分ではあるんですけれども、まあ一時はね、そういった役回りに回ったこともありましたが、なかなかこう年間通して安定して投げることができなくて、まあ最終的には敗戦処理みたいな立ち位置になっていて、で、最後登録抹消もされてしまったということだったんですよね。まあ、非常にねこうヤンはいいキャラクターしていてですね、まあ、本当にこう明るい性格でねチームを盛り上げてくれていた部分もありましたし、非常にこうチームメイトからも愛されていた、まあ、ファンからも本当に非常に愛されていたキャラクターだったかなというふうに思うのでね、まあ、ちょっとヤンがいなくなってしまうのは寂しい部分もあるんですけれども、まあ、やはりねちょっとこの成績ってなってしまうと、まあ、仕方ない部分もあるのかなっていうふうに思うので、今回自由契約となってしまいました。はい、続いてはね、フランチー・コルデロについて話していきたいと思います。まず今シーズンのここまでの成績見ていきましょう。23試合に出場を試合打率1割2分9厘、1本4打点、三振24個、フォアボール2個、OPS が 0.351 ということになっております。はい、コルデロですね。まあ、コルデロはね、左の大砲として活躍を期待されていました。まあ、ライオンズはね、今シーズン始まる前に山川選手がソフトバンクに FA 移籍をしたというのがあって、やはりこうね、まあ、長打を打てる選手、まあ、ホームランを打てる選手っていうのが、まあ、いない状況だったんですよね。そこで、まあ、このコルデロ・アギラーという二人にね、まあ、もっとホームランを打ってくれということで期待をかけてね、まあ、入団をしてきたんですけれども、まあちょっとね、なかなか思うような結果を残すことができませんでした。まあ非常にね、こうコンタクト能力だったりとか、まあ選球眼、アプローチの部分に非常に課題を抱えていて、なかなかこうやっぱり、まあボールをバットに当てることができない、まあボール球に手を出してしまうというところがありですね、なかなかこう結果を残すことができなくて、まあ23試合の出場なんですが、三振も24個ということで、出場試合数を上回る三振を記録してしまっているというところもありました。自慢のパワーも影を潜めて本塁打も1本のみということに、なってしまったんですよね。
で、その中で特にね、外野の守備力っていうところも、かなりね、ひどいものがありまして、まあ、結構ね、赤田コーチもコルデロの守備に対して残っていたっていうのがあったと思うんですけれども、まあ、セッション目立ってしまって、それでいてやっぱり打てない、守れないという風になってしまったので、まあまあまあ、ちょっと致し方ない結果なのかなという風には思います。それで、まあ、今回自由契約という風になってしまいました。はい、ということでね、今回はこの2人の助っ人外国人選手たちが、自由契約ということになりました。まあ、おそらくね、もう来シーズンはライオンズでプレーすることはこの2人はないかなという風に思いますが、あとね、助っ人に関してはね、まあ、育成のガルシア、ロペスの2人ももちろんいますし、試合からとアブレイユ、ボー、高橋、アギラというところがね、まだ今後どんなのかってところは分かんない状況です。まあ、アブレイユとね、アギラに関しては、まあ、もしかしたら残留するのではないかと、まあ、残留交渉していくみたいな、報道はされているんですけれども、まあ、実際どうなるかは分からないですし、まあ、ボータカーチに関してはね、まだ何もちょっとね、状況が分かんないようなところなので、そこはまだ不透明なんですけれども、またね、まあ、外国人に関してもね、動きがあったら今度動画にしていきたいと思いますし、まあ、いよいよね、本当にもうこのシーズンが、来たなということですので、まあ、今結構ライオンズはね、本当に人事の部分で動きが多く見られますけれども、ここからね、まあ、外国人だったりとか、まあ、そういったね、補強の部分でも、まあ、いろいろと動きが見られるんじゃないかなというふうに思いますから、注目していきましょう。以上です。はい、今日もありがとうございました。普段はですね、ライオンズの分析や解説、考察、そして最新情報などの動画アップしております。皆さんのチャンネル登録、そして高評価がね、僕の励みになりますので、よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。